この前、印刷業界の中小企業を支援するためのグリーン購入法改定の議論をしてきたで。え、関もグリーン購入法って何？え、緑を買うの？わかった。じゃあ、久しぶりにあの人に出てきてもらって説明してもらおうか。大きな声で呼んでみてね。関もんまーん。はいはい、久しぶりに来ましたよ。もう忘れられてるかと思ったわ、ほんま。あれ、関もんまんいじけてる？いや、そりゃいじけるやろ。だって、この前出たん6月やで、6月。え、そんなに出てんだ。まあ、関もんが何でも話してくれるからな。うん。でも、こういう難しいことはな、関もんまんやらだかね。うんうん。お願い。やって。え、そう？うん。じゃあ、まあ、そこまで言われんやったら、うん、やるわ。ほな、もう一回最初からやり直していい？うん、負けでお願いします。グリーン購入法ってな、環境に配慮した商品調達を国が率先推進して推進していく、そういう法律なんよ。環境問題は国を挙げてやっていかなあかん問題なんで、大事な法律やな。ほんで何が問題やったん？実は印刷業界ってな、 98% が従業員100人以下の中小企業なんよ。でな、この業界はな、環境対策のために古紙の利用率を 65% 以上にしようという目標を設定してきてね。ところがな、最近はペーパーレス化が進んでるやろ。うん、なかなかな、古紙がな、入手できんようになってきてんね。だから中小企業さんになかなか古紙が回ってこへんようになってきてんね。それが問題やね。そっか、なるほどな。環境対策は進めていかなあかんねんけど、日本の経済の原動力の中小企業さんが元気になっていかへんとな。そう、環境問題が中小企業さんだけにしわ寄せが来ないように、ちゃんとした法律改正をしていく必要性があるねんな。この環境問題もいろんな方面に影響が出ていくので、総合的に考えて政策をしていく必要性があるねんな。そのあたりをきっちり議論して、より良い法律の改定につなげていきたいと思ってます。ぜひご期待ください。ほなね。あれ、敵ボンマンどこ行ったん？